人の力は8人の魔王すら凌駕した。しかしオロチに宿る力は根強く、いずこかに飛び去った。直後すさまじい力が世界を覆う。幼者8人のオロチすら及ばぬ圧倒的な力、存在感、これまで以上の脅威が出現したことは疑いなかった。主だった討伐軍の将は急ぎその正体を見極めるべくマックスの奥へと足を踏み入れる。だがその前に立ちふさがったのは旋回軍だった。この先にスサノオを確認。なんとかようなところにまでスサノオ殿が。一刻も早く新たな脅威を見極めねばならぬというのに。信長はとどまらぬ。何者が立ちはだかろうと、我らの未来は我らが開く。邪魔するならば切り抜けるのみよ。やるか。この子らよ、我に挑め。スサノオを至る道はひどく狭い。馬王騎参上。足並みを揃えて進むのは難しい。致し方ありますね。四軍に分かれ、それぞれの道を進みましょう。どうさ、人の力を示すのが目的。誰であろうとサノを打ちさえすればいい。頬を競っても無価値。ただかけよ。炎を迂回し敵将を撃て。いいだろう、任せておけ。くだらぬ寺院、術者をほふれ。忠勝、お主は先へ進め。わしは
自力で切り抜けてみせよう。いな、御身を危険に残すな。ただ勝つ。わしはお主の武を信じておる。お主ならば草の尾を越えられよう。さあ行け。人の力見せつけてくるのだ。承知つかまつった。殿が我が武を信じてくださるのと同様、拙者も殿の武運を信じ申す。風よ吹き荒れよ。人のこの道を閉ざせ。わしを信じてくれた忠勝は、ここを切り抜けねばならぬのだ。道は開く。行くぞ、未来へ。俺の番だ。この風では先へ進めんな。私が何とかしてみましょう。しばし敵の攻勢をしのいでください。潜入成功。これよりスサノオを撃つ。俺の番だな。人したことは見違えたか。うん、よくやった。おお、いい腕だ。うん、よくやった。超えた知恵を持ってお相手いたぞ。生きていれば挽回の気はある。敵将討ち取っちゃったよ。俺の番だな。受け働きよ。スサノオ様、我らもお手伝いいたしますぞ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいが、俺の番だ。もう引かねば。敵将、討ち取っちゃったよ。それがお主の持論であろう。いや、まことその通り。我らの力、スサノオに見せてやりましょうぞ。遅かったな、カコウト。いささか待ちくたびれた。魔法機参上。ガラス口を叩けるなら無事ということか。なんだと。
人の子は戦術を覆すというのか。俺の番だな。さあ反撃の時です。よくやった。よくやってくれた。よくぞご無事で。愚問。忠勝、わしはお主の心を裏切りはせんよ。私の知略に勝てるとお思いか。まだだ人の子よ、真に我を超えてみせよ。うぬこそ国士無双の勇者。いつも上らせ客だ。我らはスサノオ殿に認められた。人の未来とスサノオ殿の意志を追ったのだ。もはや何者を前にしても臆することはできぬ。進むのだ、未来へ。本気を出せばこんなもんだろ。うん。